通の化学反応です。まあ、どのぐらいの水があればいいかっていうのがわからないので、今回は少し変わった企画ですが、火が使えない環境で楽しむ方法をご紹介します。防災グッズでもおなじみの発熱剤を使いますが、1食200円ほどで手軽にできますので、価格は概要欄をご覧ください。これが発熱剤だそうです。主成分はアルミニウムですね。で、消防法第2類の危険物には該当しませんよということで、まあいろいろ書いてますけどね。はい、これを開けて、アルミニウムですね、これ置きます。それから発熱溶液と、なんかね、特殊な水かなと思ったら主成分水で pH 調整剤を入れてるだけなの で、しかもですね、これ使用後の水は無害だそうです。まあ、飲まないでくださいとは書いてるんですけどね。だから多分ね、そんな特別なね、なんか特殊なものではないと思います。ですぐこうやってね、もう沸騰するような感じになるので、ここにね、カレーとご飯を入れて蓋をして30分ほどね、待ってみようと思います。さあ、開けてみましょう。熱いですね。かなりの熱々ですね、これは。熱々で、ほぼ水が残ってない。まだ少し反応してますね。これあれですね、石灰とアルミと水の反応ですね。まあ、よくある火を使わない発熱剤。要は石灰が水と反応して、水酸化カルシウムができて、それが水酸化カルシウムが塩基性の水溶液になるので、アルミの粉と粉末してこんな風に、強い発熱をしているということですね。なので、水素が出るのかな、多少。それ以外は人体には悪影響はないですね。特に悪い成分はないですね、ということだと思いますが、はい。で、できたので、これめっちゃ熱いですね。十分熱いです。取り出してみましょう。これでいいかな。熱々ですね。熱々です。いや、ちょっと硬いね、まだ。もうちょっとやります。はい、まだね、ぬるかったので、ちょっと発熱剤もう一個使ってやってみます。要するにですね、アルミニウムと小石灰、酸化カルシウムだと思いますよ。なので体に悪い成分はないですね。本来は写っているようなビニール袋に発熱剤と食材を一緒に入れて加熱するので、猿のように中華鍋とか使わなければ発熱剤一つで十分に熱くなります。で、さっき溶液入れましたけど、この発熱溶液っていうね、要するに水でいいんだと思いますので、水でやってみます。問題ないはずです。普通の化学反応です。まあ、どのぐらいの水があればいいかっていうのがわからないので、ああいうね、容器になってるだけで、で、これで入れとけばいいと思いますので、もう一度やりますね。カレーは熱々なので、ご飯だけやろうと思います。さあ、もうそろそろ熱いんじゃないかと。反応も終わってますね。あ、はい、終わってますね。あ、これは熱々です。まだ少し反応してますけどね。
残った水は化学反応から考えると別に無害だと思います。まあ飲まないですけどね。はい、今度は熱々ですね。あ、いいですね、柔らかいです。これを出して、はい、そしてカレーも熱々なので出していきます。はい、はい、ではね、ちょっと失礼して、先ほど石灰っていう話をしましたけどね、普通の石灰、要は既石灰っていうんですかね、に水を混ぜることによって水酸化カルシウム小石灰ができますので、その熱反応と塩基性の溶液にアルミの粉が混ざることでより激しい反応が起きたんだと思います。まあ、アルミの粉はね、塩基性にもね溶けますのでね、反応しますのでね、そういうのが起きたんだと思います。じゃあいただきます。